おはようございます。白菜です。本日のお話はですね、思いっきりやろうというお話です。これはですね、人間、大きく分けて、内向的な人と外向的な人っていうのがいると思うんですね。もちろん細かく見ていけば、その内向的な人の中にも外向的な部分があったりとか、外向的な人の中にも内向的な部分があったりとか、もちろんするんですけど、ただ大きく分けて、大枠で見たときに、自分の中のその、占めるね、そのパーセンテージがどっちが大きいかっていうところで、ああ、自分は内向的だなとか、外向的だなっていうのが、あると思うんですね。で、外向的な人は割と、知らない人でも、こう、普通に喋れたりとか、できるので、いいんですけど、その内向的な人っていうのは、割と、やっぱりこう、慎重になりすぎるというか、そういう傾向があると思うんですよ。なので、思いっきりもう、やるとなったら思いっきりやればいいものを、どこか、こう、なんかちょっと引いちゃうんですね。ちょっとで、結果的に中途半端になってしまう。で、それは、やっぱりね、あんま良くないんですね。もう、やるのであれば、思いっきりやる。それが、例えばダンスだろうが、歌を歌うことだろうが、仕事でプレゼンをすることだろうが、もう何でもいいんですけど、とにかく、もう舞台に立ってやるってなったら、もうそれは思いっきりやる。中途半端にやらない。ああ、もうどうしよう。どう思われた、こう思われたらどうしようとか、そんな考えない。とにかく、それを全力で全部出し切ってやることに集中する。で、当たり前ですけど、物事ね、その本物の天才は知りませんけど、普通は、最初からうまくなんてできないんですよ。積み重ねていって、あ、こういう風にした方がいいんだなとかいうのがだんだん分かってきて、で、うまくなっていく。だから最初例えばね、ダンスをやっている人が舞台に立って踊りますと。で、目の前には、観客見てる人はいますと。ってなった時に、なかなかその人たちがどういう表情で見てるかとか、わかりません。プレゼンもそうですけど、相手が見てくれる、聞いてる人がどんな表情で見てるかとかも、そんなことを見る余裕もない。とにかく、うまく喋ろうっていうことばっかり考えて、うまく喋ろうと力みすぎた結果、舌が回らないとかね。そういうこともあるし、最初なんてそんなもんですわ。でも、別にいいんですよ、それは。そんなことよりも、うまくできた、できない以前に、とにかく、思いっきりやったかどうか、力を出し切ったかどうかっていうところが大事。中途半端にならなかったかっていうところが大事で。で、徐々に回数を重ねていけば、プレゼンだって、相手のね、顔、表情っていうものが見えるように、だんだんなってくるので、そうすれば、それを見て、あ、ちょっとこういうふうに話を変えてみようとかね、いうふうにも考えることができるようになるわけですね。結局話がほら、上手い人って、論文みたいなものをね、そのままこう、その感じで喋られても、眠くなってきちゃうじゃないですか。しんどいですよね、聞いてる方も。だけど、話が、面白い人っていうのは、やっぱり喜怒哀楽を入れるというか、笑いを、ちょっと、笑いがこう巻き起こるような感じで話してみたりとか、泣かせてみたりとか、そういうのを織り交ぜてくるわけですよ。で、すみません、最初からそういうのはできないけれども、でも慣れてくればそれもプレゼンに取り込むことができる。取り入れることができる。でも、それができるようになるには、やっぱり、まず力を出し切るっていうことが大事。で、力を出し切るってことは、とにかく思いっきりやるということになるので、中途半端にはしない。で、別にそれ、最初やってうまくいかない。でも思いっきりとにかくやった。で、それを、例えば、失敗しちゃったなと思っても、笑われても、恥かいても、別にいいじゃないですか。ね。それ、ダメですか？だって、失敗、ダメですかね？もう全然失敗ってたくさんしていいものだと、私は思うので、別にそれで、笑う人がいたとしても、笑われたかと。別に、好きにさせればいいじゃないですか。
笑うのであれば、ね。ただまあ私が考えるに、あとまあ私の自分のその周りの人たちを見る限りでは、自分でも何かしらにこうチャレンジしたりとか、そういう経験を持ってる人っていうのは、人が一生懸命やっているものに対して、笑ったりは、まあしないですよね。基本的に。もっとこうした方がいいよとか、そういうその助言をくれたりする人は、もちろん、いますけど、何やってんのみたいな、そういう変なバカにしたようなことは、まあ言わないですよ。だからまあ、笑う人がいたら、まあなんかそういう人なんだなって思えばいいだけの話で。ね。大切なのは、その自分の中で言い訳を残さないようにやるっていうこと。結局力出し切れなかったとか、そういう、なんか言い訳を残しちゃうようなことをせず、もう失敗しようが何だろうが何でもいいから、とにかく中途半端にせずに言い訳を残さないように思いっきりやる。そうすれば、それは必ず、自分の中に、プラスの意味での経験として残るので。で、終わった後に分かると思います。中途半端にやったら、なんかこう、すっきりしない。どんよりした気持ちになるけど、失敗しても思いっきり全部力出し切ってやったら、結構すっきりしてると思うんですよ。気持ちがいいというか、ああ、やりきったって。で、じゃあ次はこうしてみよう。で、度胸がつくんですよ。やっぱり思いっきりやると。それが、すごく大切なことだと思うので、とにかくですね、まあ、ね、これから、今、2月なので、春ぐらいからね、新社会人になる人とか、まあ、新しい学校が始まる人とか、いると思います。で、そこで、自己紹介とかする、シチュエーションもあると思うんですよ。で、その時も、なかなかね、やっぱ緊張すると思うんですよ。知らない人の前で喋るのって。私もそれはよくわかります。でも、思いっきり行きましょう。それはもう。それで、変なやつだなって思われても、もういいんです、別に。後でいくらでも挽回できる。あいつ変なやつだけど、すげえな。って、後で思わせられれば、いいじゃないですか、別に。で、すげえなって思わせられるかどうかは、でも、自分の力で出し切って、自分のレベルを底上げしていけるかどうかっていうところにかかっているので、とにかく思いっきりやりましょう。はい。ということで、本日のお話は、思いっきりやろうというお話でした。では、今日も素敵な一日を。